はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。楓さんちへようこそ。まあこれもね、YouTube 動画なんだけど、たまたまおすすめ動画とかで出たりとかしてて、白バイが好きすぎちゃって、まあ白バイっていうか、白バイ隊員さんか。もう好きすぎて、まあ、お父さんが主にだと思うんだけど、そういう隊員さんの制服を手作りで作っちゃってて、ほぼほぼ正確に 95% ぐらい、作って、まあそういう、警察の、なんかイベントみたいなのがあるじゃないですか。そういうの着て、まあ姉妹なんでね、姉妹で、まあ、小学校上がるか上がらないかの子なんだけど、その子たちが行って、まあ、静岡県警とか神奈川県警とか、東京の方の、まあそういう県警さんの、そういうイベントとかに行って、まあ、披露してるっていうのがあって、結構ね、有名人っちゃ有名人みたいね。その、警察界隈のところで。やっぱ、その人たち自身も、YouTube を立ち上げて動画アップしてたりもするし、まあ、それでね、そういうイベントに行って、その本物の警察の方が、広報の方たちもそうだし、その白バイ隊員さんの噂っていうか認知度で、どこそこの県警のところにいたよねとかっていう噂になってるらしくて、その県警の候補の人たちが、すいません、写真いいですかみたいな感じで、できればお名前もみたいな感じで、候補でね、出してることが多いみたい。だからもしかしたら見てる方もいらっしゃるかもしれないんだけど、すごい好きな人はね、そういうところまでコスプレじゃないけど、そういうのをする人も多いみたいだよね。ただヘルメットはチャリンコのねヘルメットをつけて白く塗ったりとかしてて。やってるみたい。でね、なんか本当にお父さんと一緒に、まあ、ワーキャーしてて。かわいいらしいよ。見てるとね。ただ、本当に5年後、10年後、白バイさんたちが好きになってるかどうかっていうのは、わからん。それずっと好きって言ってくれたらいいけどね。本当に、その人たちっていうか、その子たちが将来的に、ね、警察官になって、白バイ隊員になってくれたら嬉しいけど、結構その白バイ隊員さんたちも、その子と同じぐらいの小学校上がるか、上がらないか、ぐらいの時に、まあ、白バイ隊員さんをね、実際に見たりとか、そういうイベントで見て、あ、かっこいいなと思って、これになりたい。っていうことで、一生懸命頑張って努力されて、白バイ隊員さんになってるっていうね、方もいらっしゃるみたいで、女性専用の、女性専用っていうか、女性の、白バイ隊員さん、白バイの隊員さん そのチームみたいなのがあるみたいで、まあ、お名前もあるみたい、チーム名もあるみたいだけど覚えてない。なんとかエンジェルスみたいな感じであるのかなと思うけどね。多分その他にその YouTube チャンネル以外にももしかしたら白バイ隊員が好きすぎてコスプレをしている人たちもいるかもしれないけどね。その動画は、まあ、お子様
の、そのメインでやってたんだけど、で大人でもね、やっぱ白バイさんが結構かっこいいと思って、ね、やってる方もいらっしゃると思うんで、まあ、なんとも言えないんだけど、私もね、久しぶりに「ドラゴンクエスト」の5をタブレットでやってます。そうそう、それでさ、まあ全然違う話だけどさ、黒人の人がさ、いろいろと迷惑系 YouTuber みたいな人でいるみたいね。原爆を落とそう、落としてやろうかみたいな感じのことを言っている人がいるみたいね。で、一回謝罪をしたらしいんだけど、またなんか、その言っちゃいけないことを言ってしまったがために、それがライブ放送かなんかやってて したら、それに怒った、まあそこにいた人たちがボコボコにしたとかね、言ったらしいです。まあ本当かどうかわからないけどね。以上です。それでは皆さん、さよなら。